はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC ファーハーバー続きやっていこう。派閥のクエスト継続中。さあ、今回は、チルドレン・オブ・アトムの上級調剤司祭のクエストやっていこう。上級調剤司祭。アトムは君に鍵を託した。さあ、それを使う時だと思ったが、もう十分に待った。鍵を使え。いや、ですがな、鍵を使ってしまうとオタクがボーンしちゃうから。どうも多分このクローズトゥーホーム、アカディアの運命を決定したというものがもう出てる時点で、とにかくもうファーハーバーを滅ぼす、もしくはチルドレン・オブ・ハトムを破壊するしかないのかな。分解を引き起こす時が来た。あ、で今回はバワーマン来てきておりません。もう鍵についても上級調剤司祭に教えちゃったから、もう鍵を使えとしか言ってくれないのかもしれない。他の人特にクエストないもんな。うん、となるとちょっと霞と話してこよう。こうなるともう分岐を迎えてしまった時点でもうどうすることもできないから、和平は不可能なのかな。さあ、霞、今ちょっと移動速度が速くなるレジェンダリー装備満載なので、通常時の移動速度がすごい速い。全てが終わったら話に戻ってきて。私には考えなきゃいけないことが山ほどある。前と同じことをしか言わないということは、これはあれだな、お前が運命を決めろって感じだな。どうするか。上級調剤司祭とはもうお話ができない。助けることもできない。核で破壊ができる。で、今ディーマにも追及ができない。さあ、どうしようかな。どちらかを破壊することになるな、これは。ん？エキスパート？やった。なんだここ。あれ、負けたはいいけど特に何もない。レア物がありそうな部屋ではあるけど、弾薬、スキャップ。んー、どうしようかな。ちょっと実は好奇心でファーハーバーを破壊してみたい感があるんだけど、決して嫌いだから破壊するとかじゃなくて、この場合結構アトムを滅ぼす人の割合の方が多い気がするんだけど、ちょっとファーハーバーをやってみたい。ファーハーバーをやってみたい。ファーハーバーをやってここの島でのクエストを終えようと。終えようとするかな。となるとここだね。風力発電所メンテナンス、これだね。うん、で今もう追求できなかったもんな。よし、ちょっと待てよ。一つ何か忘れてる。結構前に、なんだっけな、キャプテンアベリーだっけな、キャプテンアベリーが人造人間だっていうことが判明して、それを確かファーハーバーのあるお店の人に話すか話さないかっていうので話さないでおいたんだよな。でも多分それ話したらチルドレン・オブ・アトムに総攻撃仕掛けると思うんだけど、話せるかちょっと確認しに行こう。さてと、確かここあれ、あ、いる、アレンリーだ。あれ、よく来たな。何か用かい？頭蓋骨については、あれ、もう話せなくなってる。チルドレン・オブ・アトムとの間に何が？あのクソ野郎どもがここに現れ、そうはせず、あまりに、うん、アベリーについてはもう話せる、話すことができない。よし、ファーハーバーを吹き飛ばしてみよう。ファーハーバーを吹き飛ばしてみたい。ここに行こう。あ、見つけてない。どこで行こう。さて、ここだね。
あ、てかアカリアのすぐ近くだったか。あれ下か、この30m、これだ。風力発電所メンテナンス、やっちまうか。ちゃんと中野夫妻から報酬もらう約束もしちゃったし。うわ、ボロボロだ。アサルトロン、チルドレン・オブ・アトムがやってきて先に止めようとしたのか。死体満載だしな。フューズボックス、アクションできない。どんなことになるんだろうこれ。ファーハーバー、取り返しのつかないことをね、気分でやろうとしてるよ。さて、あ、そのために、ヒューズを拾う必要があるな。どっか周辺にあるか。敵のマークがついてる。ヒューズを探そう。あった、これだ。あ、オカマみたいな声。境界線での動きを検知、作戦区域にステルス部隊が侵入した可能性があります。あ、ここにもあった。センサー無反応、センサー攻撃体制、異常を検知。お、声が2箇所から。あ、いた。侵入者あり。対抗手段を発動します。私が侵入者です。脅威レベルをリセットします。スキャナーに敵の反応はないよ。ん？どっから来る？上？あ、これか。スキャナーに生物反応、警戒レベルを上げる。あっちの部屋にいる。おっと。待って、あれは危険なアサルトロン。大爆発アサルトロンじゃないのこれ。大丈夫か。で、タレットがそこにあった。オッケー。で、もう一体こっちにいるのか。おった。インベーダー、危ない。膝を狙う。大丈夫か。ジャンプ。向こうか。他には何もない。こちら側はメンテナンスルームといえども結構広い。おう、あっと、違う、タレット破壊。施設ターミナル、誰かのメッセージが。レーバーがあるけど引けない。つまりはこれを動力として、ん？タービン、これを動力としてこの霧をどかしてる装置を動かしてるわけなんだが、パワーレベル 84%。 こっちからはアクセスできないから向こうに行く。3番、ここだね。タレットがない。ここちょっと木が入り込んでるけど。たまあ。よし、やっちまうぞ、俺は。タービン003。んと前に、これはカセットじゃない。
あ、なんか危ない、危ない選択肢がある。アクセスはできませんよ。これは一体なんだ。開始。おお。おお。ん？ああ。ファハバ。どうなった？ファハバ廃墟？ファハバ廃墟になった。で、こっちの旅は？こっちは何でもないのか？こっちは動いてるんだ。ちょっとファハバ見に行こう。君の音、ファーハバの破壊を目撃する。ちょっと徒歩で行くか。あ、間違った、ファストトラベルしちゃった。はあ、ああ、ああ、これは入り口だもんな、ここ。あれ？これ一体どこがどうなってるんだ？あ、入り口だ、ここ。モンスターに襲われてるなら、助けに、おお、ガルパ。いたいたいた。ガルパが枕持ってる。師匠、誰だ、この街をこんなことにしたのは。あ、ここだ。あ、待って、これまさかみんな敵対化してる。主人をやられた。待って、主人公大悪人じゃないか、これ。これファーハーバーに一体何しに来たんだ。とりあえず敵を全員倒そう。敵になってしまった人も含めて全員倒そう。痛い痛い痛い。アングラーがいる。あらららら。おっとっとっと、重い。これで全員か。いや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 、やっちまったな、やっちまったな、じゃあすまないな。ファーハーバーは衰退しました。ん？マリナ死んでる。トースター、ここはお店だね。ここもダメだ。ん？盗むって、それはもう誰もいないもんな。あ、シャッターが閉じてる。キャシー・ダルトン。この中に医者とかい、うん？技術資料があった。これは一体誰の死体だ？うわ、ここも真っ赤っか、真っ黒焦げどころか真っ赤っか焦げだ。ハーバーの女性デビー、でっけえ。こっちの方は、ああ、ボロボロだ。モッドで作成した橋は生きてる。橋は生きてる。ラストプランク、そうだ、ここ酒場だ。酒場のラストプランクは今どうなってる、これ。待って待って待って、痛い痛い痛い。剣おじさん、剣おじ、中の人がまだ生きてた。で、プロ秘書なんかいるのか。
ボストンアフターダーク失敗。ボストンアフターダーク何のクエストだった。レバーアクションライフル。いやでもまあどっちが滅ぼすしかなかったからしゃない。待って剣おじさんいるんだけど、剣おじさん死んだ。あ、上がいけない。さて気が滅入るので、待って上級調剤師祭に先に報告に行くか。ファハバ滅亡したって。待てよ、ファーハーバーじゃなくてニュークリアスの方はもう核コードは使えないのか。どちらかを破壊したら、あ、これはひどい。ニュークリアスに行こう。さてと、上級調剤師祭、ファーハーバー吹っ飛んじまったよ。そこにいるか。失礼、上級調剤師祭。それが起きた時、私には風向きが変わる音が聞こえた。終わった。そうだろ、ファーハーバーはついにアトムの崇高な王国へと回帰したのだ。いや、アトムに栄光をってある。そう、終わった。これで報酬を。そう、終わった。これで報酬を。もちろん。だが私が言いたいのは、俺たちの手はおぞましい量の血で染まっている。あんたがそれに耐えられればいいが。分解は正しい道だと君に確信させられた。そして今、アトムの王国が統合され、我々の場所が世界に存在するのが見て取れる。君のおかげで我々信徒に迫った最大の危機は通り過ぎた。そしてその功績を称えて報酬を渡そう。さあ、君の働きを考えれば些細なものに過ぎないが。武器だ。武器じゃない、防具だ。正常なるアトムの王国に尽くす君の姿を言葉で言い表すことはできない。かかる献身は称えられるべきだ。今後は皆に審問官と名乗りたまえ。君の偉業にふさわしい称号だ。霧の中で君が支援していた入植地だが、我々も接触を試みた。この事態を知らせるために宣教師を派遣した。我々の大義に同意してもらうのはたやすいはずだ。審問官よ、君はファーハーバーの邪悪な時代を終わらせた。アトムの時代を歩みなさい。ん？能力を得た。いや、私は何を考えている。兄弟たちに知らせなければ。兄弟、姉妹たちよ、聞け。そしてファーハーバーの行く末を知るのだ。ん？話せない。もう人が集まってきてる。異端者のあの砦は落ちた。煮えたぎる冒涜の大釜は打ち壊された。ついに消え去ったのだ。今日というこの日、ファーハーバーの通りには霧が濃く立ち込めている。我らが擁護者のおかげだ。勇気と献身と決意にあふれた人物だ。我らが審問官、この瞬間を忘れるな、皆の者よ。おかげで新たな時代が始まる。我々の時代がアトムに栄光あれ。アトムに栄光あれ。やっちまったな。上級調剤司祭。失われていた王国の一部がついに元に戻った。審問官のおかげだ。それで何を求めていたんだ。
そうそうそう、潜水艦の発射キーについて話がしたかった。潜水艦の発射キーについて話がしたかった。あまり気にする必要はない。異物は大昔に失われてしまった。今はアトムの領域の再開を喜ぶべきだ。さて、もう用事は済んだかな。オッケー。今は特にない。アトムは常に君を見ている。ここをもう吹っ飛ばすことはできないもんね。ああ、ディーマに叱られに行こうか。じゃあじゃあこれがまた継続できるようになってるんだ。とりあえずファーハーバー滅ぼしたということで、アトムがきっと反映するんだね。ファーハーバーが衰退してディーマに話しに行こう。我々の家が戻った、ありがとう審問官。どういたしまして。審問官って命ぜられてしまったし、これでファーハーバー島に船でやってきてももう廃墟しか最初に見えないし、ロングフェロー今どうしてるんだ一体。アカディア、あ、カスミと話す、出てきてる。いやいや、ディーマ、ファーハーバーをやっちまったよ。霧がファーハーバーを飲み込み、町の人は残らず死に絶えました。島の生物に引き裂かれ、食われてしまった。なんてことをしてくれたんだ。うわ、選択肢がクズしかない。あー、 A を選ぼう。残念だがディーマ、ファーハーバーとチルドレンが共存することはありえなかった。それを鵜呑みにしろというのですか。そのあなたが犯した大量虐殺をもう話すことはありません。あなたに手渡されたこの新たな醜悪な世界にアカディアを備えさせなければなりませんから、あなたのためにその血で汚れ切った手で生きていけることを願いますよ。ごめんなさい。いや、ディーマ、私たちに構わないでください。残されたものはあまりに少ない。話すことはありません。嫌われた。まあ例えるならばあれだ、キルゾーンだってベクタとヘルガストは共存できなかったしね。そういうもんでしょう。カスミの、カスミと話そう。ファーハーバーのことを聞いたわ。あなたなんでしょ。バレてる、カスミにも。今の記憶を使ってキリコンデンサーを止めたのね。いや、皮肉がひどい。皮肉がひどい。俺の決断が間違っていたと。俺の決断が間違っていたと。そういうことじゃなくて、ただあの人たちみんな死ぬ必要があったの。こうなっては関係ないか。ねえ、私たちが初めて出会った時、あなたは私を迎えに来たよね、家に連れ戻すために。そのことについていろいろ考えてたの。私が家を出たからケンジとレイを傷つけてしまったのね。全てが順調のふりをして家にとどまることはできたけど、私は彼らを置いて出た。私は戻るべきなの。彼らはもちろん私のことを、娘だと思っている私のことをまだ気にかけてくれる。二人には娘が必要なのよ。娘を持つ資格もある。アカディアのことは全て解決した。答えは見つけた。そろそろ他の人のために何かをするべきなのかも。帰りましょう。カスミ、あんたの言う通りだ。家族が必要としている。家に帰るんだ。そうする。必需品をまとめる準備をして、みんなに別れの挨拶をしないと。いろいろと手伝ってくれてありがとう。連邦で会えるかもね。よし、まあどうであれカスミを探してきて家族のもとに返してあげようとするために、まあ、見つけてするために、まあ、そういうことをするためにファーハーバーに来てたから。じゃあ報酬がこの状態でもらえるね。じゃあ連邦に帰ろう。ディーマに嫌われちゃったし。
ここにいるの、もしかして。廃墟に行こう。さて、死体も散乱したまんまだけど、船に乗っていいんだね。帰りましょう、連邦に。さよなら、ファーハーバー。さてと、そして今開始されたこのボルトテックの通信というクエストがあります。今のは、DLC でまた新たに追加された、なんだっけな、ボルトテックワークショップだっけな、確かそんな新たなワークショップ品が追加された後同時に始まった、まあちょっとした、まあそれ関連のクエストです。まあ何はともあれ、連邦に久々に帰ってきた。よいしょ。母さん、父さん、ただいま。かすみ、よかった、娘は無事よ。おかえり、かすみ。帰れてよかった。君が娘を救ってくれたんだな。はい、ありがとう。はい、ケンジ、助けることができて嬉しく思う。連邦で親切にされることはあまりない。このことは一生忘れない。仮にまた助けが必要になったとしても、俺たちのところに来られるな。かすみ、これはつまりあなたの両親が私たちだって分かったのね。人造人間ではないのね。そうよ、お母さん、ごめんなさい。私とても困惑していたの。別のところに行きたかったのよ。どこでもよかった。かすみ、心配するな。もう家に帰ってきたんだから。家族の時間が必要か。家族の時間が必要か。いや、これで話をする時間はたくさんある。君をとどめておくわけにはいかない。ケンジ、今度は彼女の話を聞くといい。守るだけではなく話をするんだ。ああ、そうしよう。束縛ばかりして彼女を危うく失うところだった。最後に一つ、二人で話すことがある。娘を無事に連れ戻したへの報酬だ。報酬として差し出せるものはあまりないが、父は連邦を旅したんだ。亡くなる前にはかなりのコレクションを持っていた。家の近くに全て埋めてある。私は父のような探検家ではないから必要ないんだ。君が持っていた方がいいだろう。ありがとう、ケンジ。ありがとう、ケンジ。君には報酬を得る資格がある。長旅をして真相を突き止めたんだからな。本当にありがとう。君は家族を救ってくれた。このことは一生忘れない。またな、ケンジ。さよなら、ニック。君とパートナーの成功を祈ってる。ニックも何かと会話に入ってくれるな。私たちはまた家族になれた。これでよかったのよね。もうファーハーバードに行ったら誰かに殺されてしまうな。さてと、あれ、ニックどこ行った？ニック？ん？あれ？ニック？あそこにいる。おい、話してくれ。ニック。この業種では想定外を想定しなくてはならない。まあ確かに今回の霞の剣のようなことには一度もお目にかかったことはないがな。結構長い事件だったな。ちょっとニックにまで、お金をたがる主人公ちょっとゲスすぎないか。
ものすごい冒険だった。ものすごい冒険だった。ああ、島中が俺たちを殺そうとしていた。次の事件はオンボロのバーに行けるといいな。ゆっくりしてもいい。このようにうまくいってよかった。結局ここの誰もがそうなれるように中野夫妻は幸せな家族に戻ったんだ。オッケー。エリーと話すってあったんだけど、エリーってことはあれだ、秘書だ、ニックの。そして埋蔵品が埋まってると聞いたんだけど、どちらにあるかな。こっちだね。ここだ。物資がある。おお、ミュータントスレイヤーラピッドコンバットショットガン。そういえばショットガンって全然使ってないな。カメラ、よし。じゃあ最後にエリーに報告に行こう。ダイヤモンドシティに行くのも結構久々だけど。さて、本当に久々に来るな、ダイヤモンドシティ。わっ、トリガーマンまだいるのか。ちょっとここセキュリティ全然働いてくれないし。あいつそこにいるんだけど、他の人々も棒立ちだし。おお、なんかリアクションしようよ。と事務所。戻ったのね。中野の件はどうなった？当ててみろ。どうなったと思う？当ててみろ。どうなったと思う？あなたずっと外に出ていたし、誤解しないでほしいんだけど、なんか急くさいわ。急くさい。遠路はるばる人を追いかける必要があったのね。ボートで行ったの？私の言った通り、行方不明者が絡んだ事件だったわね。私にわかるのはこれが限界よ。超能力者じゃないんだから、詳細を教えてよ。北のファーハーバー近郊まで。北のファーハーバー近郊まで、ケンジの娘を追って、人造人間の避難所へ行った。彼女は無事家に戻った。それは本当によかった。私たちがいい知らせを伝えることはあまりないからね。知らせに来てくれてありがとう。あなたとニックが共同し始めた時、いいことが起きるって思ってたの。じゃあね、探偵さん。俺がよく分かってなかったら、君がこの友人を褒めちぎってると思うだろうな。気を抜かせないようにしてるだけよ、ニック。 OK。 さあ、邪魔、派閥を共存させることはできなかったけど、ひとまずこれでファーハーバーでのクエストは全て完了というわけで、それじゃあ誰もが忘れてるであろう息子探しに行きたいとこだが、今回またこのボルト88という、まあちょっとしたまた DLC クエストが増えて、そしてまたこれからヌカワールドという最後の DLC が出るので、まあショーンを探しに行けないと。まあ DLC はレアなクエストがあるので、じゃあファーハーバー DLC 第3弾ファーハーバーはここまでにして、じゃあ次回はちょっとボルトのクエストをやっていこうかな。それじゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。